中国国鉄東風4型ディーゼル機関車とは、中華人民共和国鉄道部の所有する電気式ディーゼル機関車の一系列である。1969年に、試作1974年から生産された中国国鉄で最大勢力を誇る、客下療養の機関車で、数字にわたって改良され、日本的に言うならば、東風4系とも言うべき各種のバリエーションが、 存在する。全車種交流発電機、直流電動機である。1980年代は中国発の国産ディーゼル機関車、巨流型をベースに量産された東風1.3型と並ぶ中国の代表的な機関車だった。東風4バイト型は東風4型と東風 4A 型機関車の改良実験以降、1984年から大連機車賞。 使用記者賞、大同記者賞で生産された。貨物用、旅客用の、各、形が存在する。また、東風 4C 型は、東風4バイト型の出力増強型、東風 4C 型を、さらに改良した、東風 4D 型、東風 4DK 型は、東風 4D 型の高速型であり、東風 4D 型を、従連型にした、東風 4E 型が存在し、 中国ディーゼル機の一大集団を形成している。また東風4型の一部は朝鮮民主主義、人民共和国にも無償で供与されており、鉄道に関する宣伝映像などで確認することができ、2019年2月26日に2019年2月米朝首脳会談を開催するベトナムのドンダン駅に、金正恩を乗せた朝鮮民主主義人民。 共和国最高指導者専用列車が到着した際は、それまで外遊に利用してた、東風 11Z 型ではなく、東風 4D 型が牽引していた。ありがとうございます。